本日ご紹介させていただきますのは、新骨頂、仮面ライダーブラック、仮面ライダーブラックシャドウムーン、SH フィギュアアーツの仮面ライダーブラックさんと仮面ライダーブラックさんのシャドウムーンをご紹介したいと思います。こちらが、Q。まあ、Q というか仮面ライダーブラックですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。まあシンッチ、新骨頂の方は劇中に忠実に作られている、 モデルになっていますね。ちょっとアレンジされてるのが SH フィギュアアーツかなと自分は思っています。こんな感じですね。で、シャドウムーンですね。シャドウムーンがね、むちゃくちゃかっこいいですね。まあ、ブラックタイ、シャドウムーンって感じですね。こんな感じです。 で、えー、こちらが、ブラックサンですね。なんかね、ブラック、えー、SH フィギュアアートの方が、結構立たせやすいかなと自分は思いますね。いいです。かっこいいですよね。ブラックサン体で、前回紹介した、えっと、こちらの、サタンサーベルの方、持ってる方を、 この胸の方、平らな方、えー、っと、トゲがついてないバージョンにしてみました。こんな感じですね。まあ、新旧並べると、こんな感じです。まあ、真骨頂とね、聖地フィギュアアーツなんで、あの、素材がね、ちょっと違うんですけど、 SH フィギュアアーツでも自分はいいかなーと思いますね。で、まあ、本来は、このサーベルの方は、こっちの突起から撮るはずだった、はあの、撮ってたと思うんですけど、まあ自分はこういう感じで、かっこいいから、つけてます。劇中とはね、違うんですけどね。あのー、やっぱり、この、 シルバーが、サーベルの方はシルバーだったら、全部こう、シルバーで統一する方が自分はかっこいいかなと思ってます。あの、自分はこのフィギュアに関しては、自分がかっこいい体型で飾りたいだけの話なので、劇中に、劇中が、あのー、忠実にフィギュアの方を並べたいとは思っていません。自分が、えー、見た時に自分、自分の感性でかっこいいかどうかで、えー、その基準を判断しています。 まあこんな感じですね。で、バトルホッパーに乗ってる、仮面ライダーブラックさんですね。自分はね、あの、普通の、バイクって光ないんですけど、こう、顔のある、 乗り物ってすごく好きなんですね。これがね、普通のバイクだったら自分購入しませんでした。えー、っと、こういう風に顔があったり、触覚があったりする、こういうバイクだから自分は購入しました。だから、新仮面ライダーのあのバイクっていうのは自分はあんまり興味ないんですね。やっぱり、どちらかというと、生物感がある乗り物っていうのはすごく好きなので。で、飾るときはこの、目の方が、 発行しているバージョンで自分はかっこいいういう風に飾っています。これかっこいいですよね。ブラックさんもね、あのー、本当はこういうバイク出して欲しかったですけどね。こんな感じですね。まあ、新旧のこう、ライダーが戦っても面白いですよね。 少しこれをどけて。新旧のね、ライダーがこういう風に戦っても面白いですよね。こんな感じで。やっぱ、感じ的にはこうかな。鎧が派手な方が前で、発光してるバージョンは後ろ。まあ、あのー、3だけね、 後ろに、バイク乗ってるバージョンがあるので、ライダーだけ一人足りないですが。まあ悪者はね、あのー、数が多い方がいいですよね。正義の見方は数が少ない方が、自分はいいと思います。こんな感じです。結構自分はこれ気に入っていますね。 本日ご紹介させていただきますのは、新骨頂の仮面ライダーブラック、シャドウムーン、SH フィギュアーツの仮面ライダーブラックさんと仮面ライダーブラックさんのシャドウムーンをご紹介させていただきました。